この、夜の森を闊歩する生き物はタヌキさんといい、日本では本土タヌキとエゾタヌキがいるんです。本土タヌキさんは本州から九州にかけて、エゾタヌキさんは北海道に生息していて、それぞれサイズや毛並みが異なります。タヌキさんは犬科に属する動物で、夜行性の雑食家。何でも食べるし、標高2000メートルでも生息できるほどタフなんです。それに、巣作りも地域によって違いがあり、本土タヌキさんは巣穴を掘るか他の動物の古巣を使い、エゾタヌキさんは樹木の根元や岩穴を利用します。しかし、タヌキさんの生活はそれだけではありません。彼らは驚くべき反射行動を持っており、タヌキ寝入りで知られています。これは、ビビって死んだふりをすることで、驚いたり危険を感じた時に無意識に行われます。しかしこの反射が命取りになることもあり、車の前でビビって死んだふりをしてしまい、本当に死んでしまうことがあるんです。今日はそんなタヌキさんたちのネットの反応を見ていきましょう。タヌキ選手、世界征服まで目前。この狡猾な顔の生き物は銀越タヌキといい、極東の深い山々から世界中にその足跡を広げてきました。本来、日本、朝鮮半島、中国、ロシア東部といった極東にしか生息していなかったこの生き物が、なぜか今ではヨーロッパのあちこちでその姿を現しています。1928年には毛皮目的で旧ソビエト連邦に持ち込まれ、その後、北ヨーロッパや西ヨーロッパへと勢力範囲を拡大。ポーランドや旧ドイツ民主共和国を経て、フィンランドやドイツ、さらにはフランスやイタリアにまで生息域を広げています。ワイもタヌキになりたい。いいぞアライグマを滅亡させろ。美女に化けないタヌキはタヌキ汁にしろ。文福 T ポット押すこれ。クソ弱宇宙人シリーズ好き。縄跳び星人好き。ワイらが子供の頃に親しんだタヌキ像と実物の見た目が違いすぎる。実物見てもタヌキとは判断できない。遠くから見たら猫っぽいけど近づくと犬くらい無駄にでかくて顔も犬っぽいのがタヌキや。極東以外やと割と害悪な外来種アライグマの方が邪悪だから地球からアライグマを根絶やしにしろ。アライグマは手が使えるというヤバさがある人間が絶滅した後の後釜を狙ってるとしか思えない。季節で別の生き物みたいになるのくさ。普通に住宅街に出没するという事実都会でも関係ないし、なんなら東京でもいる。タヌキの取り方はアシリパさんに教えてもらった。おったぬきやんけ。キモい。絶妙にキモい。口尖らせとるよな。こわ。かわいい。ワイタヌキ、新天地を見つけるため道路を横断することを決意。まあ、なんかあってもワイの野生の力で乗り気。生きてても死んでても交通の邪魔になるからやめろ。自分をタヌキと思い込んでるアライグマイッチ。新天地見つけろよ。残党だこん。ワイカルガモ一家、人数が半分になるも無事到着。かわいそう。不覚にも笑ってしまったわ。徐行運転よろ。地方タヌキさん、排水口にはまってしまう。悲しそうな目をしておる。あれは悲しみの深さを知ってる目やで。いや、楽しんでる目やろ。楽しんでるっていうか、諦めてるんちゃう？ピコピコハンマーで思いっきり叩きたい。ちょっと、動物いじめはあかんで。手の出方がホラーっぽい。夜中に見たら一睡もできへんわ。言うほどタヌキか？疑問は尽きんな、人間の目って当てにならんわ。どやってるな。和牛丼。こういうのってサラダ油攻めするんよな。踏めば助けられそう。動物の間抜けな画像ってなんでこんな面白いんだろ。やつれた顔になってて草。最後死にかけてるやん。アライグマ助かる。ワイは好きやで。タヌキ体長60センチメートル体重7キログラム。お前ネットでタヌキの悪口言ってただな。もこいつが家に来たらどうする？かわいい。抱きしめたい。かわよ。タヌキってうまいんか？かわいい。かわいい。ほぼけ。焼肉にして食べる。タヌキってタメグソするから多分まずいで。山道で突然車の前に飛び出てくるタヌキは滅べ。夜は目が赤く光るよ。めっちゃたまーに実家の庭におるわ。スイカの袋かぶらせてビーチに置きたい。
どんぐりあげたい。ボン、どこ住み？キツネの方が圧倒的に上なんだこんな。はい、エキノコックス。人の世に少し混ざっとるんやで、ジブリ調べ。めっちゃ下水表情しとるやん。やっぱアライグマってクソだにゃ。パッパ犬欲しい。しゃあないな、拾ってきたるわ。これ。サンキューパッパ。いや。タヌキ定期。タヌキに化かされたい。ペットショップでも保健所でもなく拾ってくるって当たりなんジェイミンの父親らしい。こんなやつ可愛くないし不潔だしやめとけコン。コンカスエキノコックス出てるぞ。クソ甘えてくるタヌキさん、発見される。かわいい。考えてることは一緒だな根本的に。エノキコックス大丈夫なん？めっちゃ笑っててくさ。コショコショされて大爆笑してる。動物園生まれとかなら規制される機会ないから安全やで。東北のどっかにそういうキツネと触れ合える動物園あったはずや。生まれつき持ってるわけじゃなくて餌にしてるネズミとかから媒介するから。人の手で育てて餌に気を使ったら問題ない。キツネじゃんと思ったらタヌキも来た。日本が誇る式、水道、タヌキすごい。現地では害獣扱いされてる動物はどんどん他国の動物園に送ったらええ気がするけど、やっぱ感染症とか生態系バランス崩壊が怖いんかな。海外でもアライグマが害獣扱いされてる中で日本のタヌキが受けてると思うのやが。生息していない国では珍しい、って表現ムズムズする。害獣扱いされてるのひで。世界中どこにでもいる動物って人間以外で何？犬猫。同じ哺乳類として誇らしいわ。こんな雑魚動物日本でしか生き残れないよ。タヌキ。どう見てもアナグマで草。その辺歩いてるぞ。可愛いっちゃ可愛い。日本で最高レベルに可愛いと思うけど惹かれまくってたり扱い雑よな。タヌキさん、冬毛がモフモフで草。都合みたい。タヌキってこんなにでかいのか。野生のだとげっそりしとるんよな。かわいい。冬のタヌキさん、丸すぎる。モフモフ。足だけ細い。強そうだけど弱いらしい。かわよ。ふくらタヌキ。これも丸い。アライグマでしょ。かわよ。キツネみたいな体毛やな。間近で見ると確かに凶暴そう。目の間が黒いんじゃなくて目の外側から顎を回って黒いんやな。品種改良して飼えるようにできないんか。野生はこんなにならんやろ。まあこんなに毛並み良くないぞ。ヤンマガのタヌキマンが好き。こうして飼育下にあるとほぼ犬やな。どう見ても犬やん。結構でかいんだな。キツネさんの方がモフモフで、かわいい。モフらせろ。早くモフらせろ。一日中モフらせろ。東京に、タヌキ、現れる。感電するぞタヌキ危ない。アライグマだな。ハクビシンやろ。アナグマだろ。マジレスするとキツネ。ラスカルやん。遥か遠くに浮かぶタヌキ。ハクビシンやな。東京オフィスに何かが出没したらしいタヌキって言われたけど、これタヌキですかね？くさ。ハクビシンじゃねえか。こいつの糞害すごいぞ。ふん。想像以上につまんないな。その前に、第一石鹸気になる。一目瞭然やな。帰ろうとしてスタジオの扉を開けたらタヌキと鉢合わせてお互いびっくり。ベタ。これはアライグマか。日本にも野生化しとるやつおるんやな。おるんやなどころちゃうぞ。飼育液たままの運搬販売が犯罪になったくらい繁殖して問題になってるぞ。しかも地味に気性荒いらしいよな。地味にちゃうで。人の指を噛み切るくらいには荒い。初期のラスカルも普通に噛んでたな。懐かしい。実際はあんな軽い怪我じゃすまん。見たいやが。要は小さいクマやしな。わい東京のど真ん中に住んでるけど、
森に囲まれた自然豊かな場所だから。タヌキとかいろいろいるわ。タヌキさんのお家、破壊されてしまう。タヌキ出てくるから見て。かわいそう。やめるのだ。タヌキに見えた。かわよ。ハクビシンな。かわいそう。生きてるだけで丸儲け。さ。ゴミパンだ。ひえ。ホラーやめろ。これほんと怖い。動物園のタヌキ、幸せそう。これはモフモフ。風格を感じる。かわよ。モフモフやな。あ、犬ワンキツネコンコン、タヌキ。こいつの鳴き声だけ日本人の9割が知らない。ポンポコ。ポンポコチン。うゆう。キツネはギョエーみたいな感じだろ。気分が良さそうな時はコーンコーンって鳴くけど警戒してたり威嚇してたりしてる時はラオンラオン鳴くね。キツネってコンコン鳴くの？本当に？鳴くかもしれないけど間違いなくスタンダードではない。たぬん。ワンだぞ。やらな、い、理由。雪やコンコンですので無地なずかにいる人たちはコンコンとかやらないようにってきっとタヌキの修学旅行でやってる。キュ。じゃあ。柴犬ワン。冷静に考えたらコンコンとかポコポコとかありえないな。いつ拾ったで、これ。タヌキ。ハクビシン。アライグマでしょ。かわいい。ジョセフィーヌ定期。ラクーンして。かわいいよね。タヌキさん、ワイに発見されてしまう。タヌキかわいい？アライグマかと思ったらマジで。タヌキなのな。我々はタヌキの絵文字が存在しない。という事実に対して怒るべきでは、ないだろうか。タヌキかわいい？タヌキとかいう定期的に出てくるやつ。運転してるとタヌキもびっくりしてるけど、ワイもびっくりしてんのやからな。かわよさん。タヌキはかわいいけど臆病だからなかなか見られん。夜に車で走ってたらタヌキが飛び出してきて危うく引き殺すところやったわ。これ飼われてるやつやろ。ジョセフィーヌ。かわよ。タヌキの子供が歩いてるの見たときは新種の生物発見したかと思ってびっくりしたわ。こんなん犬やと思ってもって。飼えるやろ。クマやん。かわよ。かわよ。哺乳瓶の子供かわいすぎるの。ダメよな。こんなん誘拐斡旋しとるやろ。柴系の雑誌感あるな。タヌキは見かけるけど生のキツネは北海道以外で見たことない。東北やけど結構オルで鳴き声が人間の叫び声みたいでビビる。タヌキかわよ。立山におった白いタヌキ。呪いやろ。猫やんけ。怖よ。猫やんけ。タヌキって言うほどタヌキ顔じゃないよな。タヌキもキツネも冬の毛皮やとモコモコでクソ可愛いよな。タヌキ飼いたい。左上パンサー尾形。右側の奴らは民家周辺に出没して迷惑かける度高いよな。タヌキってなんで犬や猫みたいなポジになれなかったんや。可愛いのに。めっちゃ臭い。ならしゃあないか。子供の頃は野生動物に好かれるキャラに憧れてほら、おいでと手を差し伸べたりしてたんやが今はバッチくて無理や。タヌキ犬。こんな見た目してクソ凶暴らしいな。はい、タヌキって臆病なんやね。行動特性主に夜行性の生き物であるため、夜遅くなるにつれて活動が活発化していきます。また、視力がそこまで高くないことから、嗅覚を頼りにして餌を探し回ります。臆病な性格をしていることから、ほんの些細な音が聞こえただけでも気絶してしまうこともあります。落語させろ。家事をさせたい。かわよ。タヌキさんかわいい。もしタヌキを飼うことになったら自治体への届け出が必要なはずやで、あと餌に注意な猫みたいに毛玉を吐く習性があるんやけど、ドッグフードやってたらうまく派遣で胃腸に詰まって死ぬんよ。キャットフードで飼育するのご安全や。タヌキって一生嫁一筋なんよな、純愛や。タヌキってビビるとマジで動かなくなるよな。在来種っておとなしいやつ多くね。
昔親父が餌付けしてたは決まった時間に食べに来てた。タヌキと猫が団体で行動してるの見たんだが。マジで何だったんだろ。野良猫がついでにはぐれた子タヌキも育てたとか。タヌキじゃなくてチンチラとかペルシャみたいな系統の猫だろ。共存してんじゃね。ありえん話じゃない。それアライグマ。令和タヌキ合戦コンポコ。かわいい。タヌキは家族で行動する習性あるから。どっかで子猫拾ったんじゃね。フランス大使館さんタヌキ大使が突然来館されました。麻布にタヌキ出現。タヌキは化けて人を騙す。という民話などの印象から。フランス大使館の人って要するに。フランス人だろ？大使館に勤めるくらいの人間だと。日本の文化についてもそこそこ。詳しいのかな？高畑勲のポンポコってタヌキ映画は、フランスの映画祭で賞を取ってるから、あの映画を見て知っているんじゃないかな。現地スタッフもいるのでは。外国ではタヌキは、アニメの影響で、森の精霊のように思われている。頭にこの葉を乗せてポンと化ける、イメージがあるらしい。タヌキは海外では珍しいからな。伝説上の生き物と思われたりしてる。シンガポールがタヌキ欲しくて、日本に打診してコビとカバと交換。歓迎式典まで開いて冷暖房完備の、ビッグ待遇で飼育されてる。栄養状態良くて笑った。東京にタヌキて。映画のポンポコの舞台は多摩だよ。場所的に有栖川の宮記念公園あたりから。来たんかな？タヌキは警戒心が強いと聞くけど、こんなカメラ向けても逃げないってことは、だいぶ気を許してるみたいだね。それとも越冬用の皮下脂肪備蓄に、忙しくて人間なんかに構ってられんって気分なんだろうか。タヌキはフランス語でなんて言うの？ラタヌクイ。ラクーン。ラクーンはアライグマ。タヌキはラクーンドッグ。タヌキは日本固有種だから欧米だと、アライグマという意味のラクーンに訳されること多い。ブレロー。ブレロージャポネ。シアンビベラン。直訳すると上から順に、アナグマ、日本アナグマ、ジャコウネコ犬。厳密に言うと日本とその周辺にしかいないから、フランス語にはないだろう。ジョセフィーヌ。これ以外と足がスラッとしてる。東京に生息できるところあるん？皇居。明治神宮の森。少し前にテレビで見たけど、下北沢駅のあたりにもいるらしい。あんなところにいるんなら、23区内でも生息しているところ多いだろ。23区内の大半にはいるよ。都心だって御苑神宮皇居、上野公園浜離宮に生息してる。いないのは多分江東区墨田区みたいな大公園のないエリア。江東区は荒川の河川敷にいるみたい。東洋町、南砂でも見たぞ。緑道公園河川大堀川公園あたりにいるのかねえ。それか線路沿いか免許センター側。杉並区あたりと違ってその辺の緑化はないよね。本当に住宅地だし。タヌキはちょっと広い公園あれば、新宿みたいな都心でも普通にいるよ。文京区だけど普通にいるよ。寺とか公園が多いせいだと思う。新日本風土記でやってたけど、金山荘の広大な庭園に何匹も住んでるらしい。タヌキは犬が天敵だとかで、野犬のいない都心部は結構いる。新宿区だけど早朝にばったり出会ったことある。威嚇された。神田川の土手を移動していた。八王子市の外れだけど、わらわらいるわ。上がってないところでも正常の外れの雑木林に住んでるよ。目黒の臨死の森公園とか。いい顔してんじゃねえか。タヌキは保護動物。うちの自治体が配布してるチラシね。
俺も30回以上、通報してるけど、毎回俺の見つけてるのは猫らしくて、怒られる。夏毛のタヌキさん、可愛くなかった。これは痩せた悲しい姿。濡れタヌキ。嘘をつくな。ちな冬。可愛い。なんか怖い。かわよ。どっちも可愛いやろ。思ったより細くて驚くよな。なんか夏のタヌキって、汚ねえ犬みたいなんよ。痩せた悲しい姿かと思った。新宿駅にタヌキが現れる、ポンポコ。変化が解けた模様。甲賀忍者捕まったのか。タヌキはめっちゃ臆病だから普通は。こんなのありえないだろ。これハクビシンちゃう？かわよ。人に慣れすぎやろ。アライグマでしょ。尻尾がしましまなのがアライグマやで。高崎から乗ってきたんか。さっきまでサラリーマンやってたんかね。これはタヌキ。夏やから痩せてる。新宿って田舎なんやな。青梅線に乗ってきたんでしょ。こち亀で都会扱いされてなかったからな。うち新宿区だけど近所に井戸が3カ所ある。普通に見てみたいわ。どこらへんや。旧四五目区だと昔からの民家だと割とマジで普通に井戸残ってるぞ。月島で井戸を見たときは驚いたわ。タヌキ系女子かわよ。イタチですよ。電車通勤なんやろ。ワイも深夜新宿でバイトしてたとき西口ロータリーのところ見たな。落合の方に生息してるらしいね。ポンポコ顔面やぞ。かわいい。冬タヌキならもっとかわいいんやけどね。かわよ。ロイヤルタヌキ。それいぞタヌキやで。海外ではビッグタイグーやっけ。モフモフしたいんを。なんでこんなにパンパンなんだよ。やっぱ特別にしてもらってんのか。エゾタヌキクソカワや。帯広動物園の YouTube スコ。令和タヌキ合戦ポンポコ。どう見ても猫やん。カワウソやん。でもこいつらめちゃくそ凶暴だからな。指持ってかれるで。ちゃんと栄養ドリンク飲んでおけよ。これに着想を得てできたのが平成タヌキ合戦ポンポコなんだよな。モフモフなイッヌさん、ストーブの前を占領してしまうポカポカ。かわよすぎてどかせない模様。ワンワンを。アライグマ定期。枕にしたい。添い寝したい。今朝タヌキ引きかけたわ。でそれタヌキやんけ。かわよ。ファッキュータッヌ。ポン。タヌキなのん。犬かタヌキ族。イッヌポンポコ。タヌキでは？動物園のタヌキ、幸せそう。これはモップモフ。この悟ってる顔よ。風格を感じる。かわよ。モフモフやな。モフモフ犬のお散歩がこちらです。冬毛の犬やな。ポン。クマやん。こいつら噛むの？結構凶暴やで。タヌキやねん。よし、犬だな。ポンタヌキだけどモフモフする。めちゃくちゃ可愛いやんけ。可愛い。プープーなくんやな。新耳袋とかいうドラマ思い出した。デイモンハンドかな。 SCP かな。デビルメイクライ。どんぐりはあげないよ。日本人、タヌキで日本すごいをしてしまう。実はタヌキって日本でめちゃくちゃポピュラーな動物だけど、生息していない国ではかなり珍しいらしく、シンガポール動物園へタヌキのカップル送ったらパンダ並みの珍獣と扱われ、タヌキに冷暖房完備の専用車が用意され、わざわざ歓迎式典まで開かれるくらい珍しいんだって。結論。タヌキはすごい。かわよ。実際レア生物やからな。タヌキとして誇らしいわ。